これは守るための力だ。まだまだ隠居には早いさ。完璧に近い勝利。Get out of here!
これじゃ鍛錬にもならないな。え、もう終わり？完璧主義なもんだね。行きましょう。私が皆さんの力になれるなら。予想通りの結果です。攻撃態勢に入る。コイープスライダー。ゴーハダン。ゴーハダン。これ。行きましょう。
だ。
ってやるぞ。倒せない相手じゃないぞ。
備は最小限だ。問題ない。完璧に近い勝利だな。先生、罠だ、囲まれるぞ。バラすなよ、せっかくの演出が台無しだ。親を助けに来る子供バカな話だ。のこのこやってきて一緒に死ぬなんて。やれ、リク、父さんとリリアを行き止めた。
丈夫。もう終わりにしろ。投降するんだ。黙れ。撃て。撃ち殺せ。何？父さん。嘘。牽制ダリルも惨めなもんだ。これで俺たちの正気も見えた。野郎ども、撤退だ。ミキの時みたいに直せませんか。すまない。どうして今我々には船がないんです。おい父さん、守れ。僕の代わりにリリアを守って。父さん、ごめん。フィデルに違う。こういう時はありがとう、父さん。守る私は。ごめんなさい。ありがとう。敵襲だ。みんな行っちゃったよ。そばを離れたくないんだ。うん。フィデル兄、行かないの？無理ならいいの。いつも頑張りすぎだもん。こんな時ぐらい誰かに頼っても怒られないよ。戦いの音終わらないね。このままおじさんのそばにいてあげて。おじさん、きっと後悔してない。大丈夫だ。先生と見間違えるな。親父さんを助けられなくてすまなかった。大丈夫。お父さんのご意志を告げるのはフィデルさんだけ。今を乗り切ってください。
皆殺しにしよう。もうすぐ勝利だ。お前らも楽しみ。金星の不祥の無駄だ。
前が人を守りたいというとはな。親になってみればわかる。子供を守りたいと思うのは決して親だからじゃない。大人になれば自然に思うことだったんだと。お前も本当の一人前の男になったんだな。おい父さん、守れ。悲しんでいても父さんは怒るだけだ。僕の進むべき道を父さんはずっと示し続けていてくれたんだから。先ほどは渡せなかったが、先生のものだ。これは君が継ぐべきだ。私も堂々させてくれ。大歓迎ですけど、軍隊はいいんですか？これ以上大規模な戦闘はなさそうだということで、ブルネリ殿を送り届ける許可をもらってきた。ちょっと意外。そんなずるい手も使うんですね。先生のことはすまなかった。せめて先生の代わりに君を守ろうと思う。お気持ちはありがたく、でも守るならリリアを。そうだったな。さあ行こうか。じゃあ宿屋の前で集合にしよう。私が言うまでもないことだと思うけど、君のお父さん本当に立派だった。命は失われたら戻らない。でもダリルさんとの時間は決して失われない。記憶は永遠よ。君が忘れない限りダリルさんは無にはならない。辛い時は頼ってほしい、いつでも。隊長、彼らと行きたいのでは？ダックス、なぜそれを？水臭いっすよ。俺たちは大丈夫っす。私たちは大丈夫ですが、あなたはどうでしょう？なんか俺にだけ当たり強くないっすか？ありがとう、みんな。手をつないで歩こう。前みたいに。あ、ごめん、嫌だった？わからない、ごめんなさい。いいんだよ。手つなぎたくなったら言ってね。うん。さ、コインは右手左手どっちだ？右。当たりだ。
じゃあ今度は空消えた。どっちだ。右。お、大したもんだ。前は見抜けなかったのにな。手首の返しで隠すのが見えた。こりゃ腕前が落ちたかな。すまないね、楽しませてやれなくて。楽しい。そうか、ならいいんだが。暗すぎ。もういいけど、これは無理。首が爆発する。舌が燃える。喉が焼ける。お腹が熱い。梅じゃないの。梅じゃーん。じゃ、宿屋の前で集合にしよう。おちびちゃん、何か欲しいものはないかい。その髪型に似合う服とかどう。一緒がいい。何。一人は嫌。一緒がいい。それは分かってる。いつでもみんな一緒にいると思う。違う。フィデル、一緒で笑顔は楽しいから。楽しいからだよ。あの子、お母さんと一緒で楽しそうだ。フィデルは今楽しいから笑ってるの。そうだよ、お話しして楽しいから笑ってるんだよ。私も楽しい。雨上がりに綺麗な緑のカエルを見かけたの。カエルがそんなに珍しいか。カエルにもいろいろ種類があって、私の国では見かけない個体だった。そういうものか。あいにくカエルには詳しくなくてな。焼いて塩を振ると美味しいらしいの。今度捕まえて食べてみる。ご遠慮申し上げる。
場前で落ち合おう。お前ってさ、昔は俺より足が速くなかった？うん、そうだったかも。やっぱあれかな、食いすぎて重くなったのかな。どうしていつもそういうひどいことを平気で言えちゃうわけ？あ、違うんだよ。それだけお前の料理がうまいってことをさ。もう知らない。違うんだよ。久しぶりに帰ってきたからさ、お前の手料理食べたかっただけなんだよ。何を？誰から？リンゴ。知らない人。リンゴをくれた人にありがとうってお礼を言おうね。ありがとう。ありがとう。感謝の言葉。そうそう。感謝されたら嬉しいでしょ？フィデル。ありがとう。フィデルニーって未だに魚の綿が食べられないんですよ。美味しいのに。綿？内臓のことだな。小魚なら取らずに調理することが多いが、昔フィデルニーが川で釣った魚を焼いて食べたら、綿から釣り絵のミミズがポロッと。おい、思い出させないでくれ。綿が美味しいのに、もったいない。ミリア、何か歌おうか。歌？そう、歌うと楽しくなるよ。歌う？一緒に？わからない。歌うの？わからない。そっか。じゃあまた今度一緒に歌おうね。また今度一緒に歌うね。約束。そうだね、僕もあったかいよ。あったかい。フィデルの真似、鏡面説似てたかな。鏡面説、鏡面説、鏡面説。疲れて辛かったらいつでも言ってね。大丈夫。口癖まで変わっちゃったのかな。前は平気って言ってたのにね。クロノスがトレクールに武器を譲渡したことがこの戦争の引き金になったのでしょう。きっかけの一つだったのは間違いないな。なぜ武器なのでしょう。技術供与が目的なら農業生産性を上げる技術や地質改造の技術でもよかったはずです。たとえ直接じゃなくても、それが戦のきっかけにならないとは限らない。それはそうですが。だから、俺たちの科学をひけらかしちゃいけないんだよ。まあ、俺が言えた義理じゃないかな。はい。フィデル兄、大丈夫？何が？おじさんのこと。おじさん、すごく強くて優しい人だった。フィデルニー、おじさんにすごく似てきたよね。似てきたなら嬉しいな。今なら本当に尊敬すべき父親だってわかるから。今の言葉、おじさんに聞かせてあげたかったな。きっとすごく喜んでるよ。ジンクスを大切にするのはカミューズ流の教え？いや、私の個人的なものだ。私も占いは嫌いじゃないし、気持ちは少しわかる。占いは悪い結果も出るだろう。あれがどうも合わない。いい結果が出るまでやるに決まっているでしょ。それ占いの意味あるのか。意中の男性がいるのだろう。なのになぜ色恋の話ばかりする。あの人への思いは愛。
みんなと話してるのは恋の話。恋は好奇心。相手のことをもっと知りたい。次から次へと知りたくなる。研究にとっても似ているわ。さっぱりわからん。いい、わからなくて。わからないから知りたくなるの。おじぶちゃん、どこか痛むところとかはないか。痛む？ない。待たせてすまなかったね。もっと早く助けてやりたかったんだが。助ける？ああ、だがもう大丈夫だぞ。みんないるからな。安全だ。安全、今は安全。自分のこと分かりますか？自分、私は、私、いえ、自分というのはあなたのことじゃなく私のことで、質問の意図が変わってしまいましたが、リリアさん自身のことは認識できてるみたいですね。私、リリア、私、記憶障害ではなさそうですが、どうしたんでしょう。私はどうもこの星ではモテないな。この星ではですか。そんなことないだろ。結構モテてたろ。地位に惹かれた女性が多かっただけでは。そうか。まあでもそういうのも男の魅力の一部だからな。そんなだからモテないのでは。厳しいご指摘で。いい治癒の腕をしているわ。うちの研究員にもいないくらい。ずっと勉強してきましたから、これだけは自信あるんです。ねえフィデル、この子もらっていっていい？なんで本人じゃなくてフィデル兄に確認取るんですか。フィデル兄も笑ってないで、なんとか言ってよ。じゃあ宿屋の前で集合にしよう。おっと、リリア、リリアは守ってもらえる。あったかい。みんな一緒、一緒にいると幸せ。リリアは守ってもらえる。アンヌさんの猫ってどんな子ですか？怪我してたのを助けてあげたんだが、すぐに逃げられたそうだ。飼ってたわけじゃなかったのか。眠る、食べる、歩く、一人は嫌。どうしてここに、どこにいるの？さっき変な男の人に声かけられていませんでした？ええ、初めて会った気がしないからと食事に誘われて。ナンパですか？気をつけた方がいいですよ。ナンパってお尻触られなくてもナンパなんですか？はあ、エマーソンさんですか。エマーソンさんですね。デタラメばっかり教えて。昔から美人薄命って言うじゃん。私の研究の功績も記録して残さなければ失われてしまうんだよね。そう、それは散りゆく花の儚さのように。
に私のブリリアントな論文を完成させるための取材に行ってくれるような優秀な人材はいないかしら。いたー、助手一郎くん。は、文才なさそうだからやめといて。そっちの、アミアミ頭の賢そうな助手5号。取材はあなたに任せたわ。科学の発展のためにも重要な役割を。オッケー。ああ、1号くんも5号ちゃんを手伝ってあげるのよ。男子が女子を助けるのは当然よね。私はどうもこの星ではモテないな。この星ではですか。そんなことないだろう。結構モテてたろ。地位に惹かれた女性が多かっただけでは。そうか。まあでもそういうのも男の魅力の一部だからな。そんなだからモテないのでは。厳しいご指摘で。研究と剣術って近いものがあるかも。どうだろう。確かに答えを求めてひたすら打ち込むあたり通ずるものがあるかもしれない。いえ、そうじゃない。ん？剣術、剣球、ほら、母音が一緒で最初の二文字も一緒でしょ。あ、私をからかうな。それにしても、君のファッションはセクシーだね。こういう服が好きなの？着てみたいのね。え？いや、遠慮しておくよ。露出が多いのが着たいのね。大丈夫。この服、サイズ違いでたくさん持ってるから。いや、だから。首にも何かアクセント欲しいけど、まあそこは妥協して。わ、悪かった。また今度。ダメだな、これは。あれの数値も形状もくっきりはっきり。積年の謎が解けていく。おお、かけるかけるぞ。ねえ、助手1号くん、握手券作るの手伝って。え、
手伝えって言ってんだこら。マーソンさんはあまり軍人らしくありませんね。そうかい？そりゃ嬉しいね。そんなに怖い感じしなくて、軍人さんって怖い印象があるから。戦争のことばっかり考えてたら怖い顔になるさ。ほら、戦うの嫌いだから。マーソンさんはなぜ軍人になったんですか？家計かな。どうしようもなくてね。でもそこそこ好きにやらせてもらってるよ。でもどんな事情があっても今のエマーソンさんは素敵だと思いますよ。ありがとう。しかしこの星の野生生物は強いな。答えるよ。艦長が弱音とは珍しいですね。そういえばさっき君の首元に小さい虫が入ってったぞ。なんて嘘。びっくりした？次やったら手加減なしで殴りますよ。カーレントナックルです。あ、はい。私の戦い方について何か悪いところはないか？特にないと思います。そうか。客観的に見て何かあれば克服したかったのだが。一つあります。考え方がネガティブです。ただ生き方の問題なので克服が難しいかもしれません。努力しよう。また何も覚えていない？わからない。ようやく落ち着いてきた様子だったのに心配ね。大丈夫。いつも苦労ばかりかける。私も見習わねば。俺より全然しっかりしてるだろう。私などいつも自分のことで精一杯だ。俺だって自分のことで精一杯さ。私も対局を見渡せる目を持ちたい。
ご指導を頼む。そこまで行くと褒め殺しだから。